ハガスリブルです。今回ですねアニメの12話の感想原作との比較やっていきたいと思います。これからですね単行本を見たいと思っている方ネタバレご注意でお願いします。またですねこの動画で12話以降の話の内容のネタバレはなしでお送りしていきます。ということでどんどん行きましょう。田代さんと黒川さんですね、沢村が1年生に紹介してましたね。同時に視聴者さんにも紹介してましたね。あれはで椿原のシーン全カットでしたね。あの泣いてるとことか先輩見てるとことか見たかったですね。で猫又江清川、あの清川のエースが決めた時のガッツポーズなんかめっちゃ迫力あったっすね。なんかで猫間が清川のエースの攻撃拾いまくってる時ナイスレシーブっていうところにリエーフがいなかったっすね。なぜか。てかこの試合全体的に迫力ありましたよね。なんかクロウのワンタッチとか福永の最後の得点もなんかすごい迫力ありました。クロウダネの13番、これなんか髪色が違うだけじゃなくてなんかもはや別人でしたね。でボクトが復活した後ブロックされて頭にボール当たる時なんかすごい首の曲がり方だったんですね。あれ笑っちゃいました。で星海と影山が売店で会う時影山が選んでた T シャツバレー鬼みたいなの書いてましたね。でカラスの3年が他校の試合見てる時原作で出てきてない高校がなんかその掲示板ですかね、あれになんか載ってました。で星海が八面六臂の大活躍を見せる時の初めのレシーブなんか滑り込んでパーン拾ってましたね。なんかかっこよかったっす。で星海の小さな巨人のとこ巨人感が出てましてね、なんかブワーッて下から来てね。で星海にインタビューする記者ですかね、あれ女の人、ビブスの番号が98から11になってました。で最後に一つだけかのかちゃんめっちゃ可愛かったっすね。はい、ということでいかがだったでしょうか。次回がですね2日目とまたですね日曜日夕方5時感想原作との比較やっていきますのでよろしくお願いします。で火曜日の夜7時ですね最新話の考察やっていきますのでお願いします。で金曜の6時にも配給の動画上げてますのでよろしくお願いします。先日ですね配給のクイズ動画上げましたのでぜひご覧ください。参加できるようになってますのでよろしくお願いします。バイオハザード RE2 の実況もよろしくお願いします。その他ゲーム実況ボカロ P チャンネルよろしくお願いします。ということで本日もあざした。